はい、皆さんこんにちは、スタジオマニさんです。いつも私のチャンネルを見てくださってありがとうございます。今日はカフェの棚を作っていこうと思います。まあ、豆を置いたり、まあ、そこでドリップ入れたりする棚をちょっと作っていこうかなと思うんですけども、まあ、エアコンの下が空いてるのでそこに作っていこうと思います。材料は 1x4 と 2x4 を、まあ、使っていこうかなと思うんですけど、まあ、基本 1x4 で、作りました。でまず 2x4 を使って柱を立てたいと思います。まあ、2x4 のこういう、ね、柱を立てる時の金具があるのでそれを使っていこうと思います。天井の高さより、まあ、9センチくらい短い材を使います。でちょっと長かったのでカットして使います。で柱を立てます。で、まあ、くるくる回すところがあるのでくるくる回して突っ張ります。でこれで柱が立ちます。で反対側も同様に立てます。で、まあ、立てる時に、まあ、壁からの距離が上と真ん中と下、真ん中はいいかな、上と下とで、同じ距離になるように立てます。で、まあ、反対側も、まあ、壁と同じ距離になるように立てます。で平行をちゃんと出すためにまあ、100均で、まあ、売ってますね。なんか平行、水平定規か。で、それでちゃんと見て、で、まっすぐ立ってるかっていうのを見ます。はい、まあ、この黄色いやつがですね、まあ、こうやって立ててみて、まっすぐ立ってるかなっていう感じで見ますね。なんかこれ画面上じゃなんか斜めになってますけど、これまっすぐ今立ってます。はい、じゃあ天板を作っていこうと思います。なんかね、もうシャッターの中すごい蚊がねいるので、まあ、ちょっとね先にね蚊取り線香を焚いてで作っていきます。はい、それでは材料をカットしていきます。まあ、今丸ノコを、ね、使ってるんですけど、卓上丸ノコが最近欲しいなと思うんですけど、まあどこに置くんかみたいな感じでねなるとまたあれなので、まあ欲しいんですけど、まあ今ね丸ノコ使ってるんですけど、なんか卓上丸ノコの方がなんか安全みたいな感じで聞いたんですけど、まあ確かにまあ安全かなとは思いますね。はい。でこの材料なんですけど 1x4 でホームセンターで6フィートで300円くらいだったと思います。で今回は、まあ、大きい天板を1枚と上に、2段、棚の台を作ろうと思います。で今回もこのクレークジグの320っていうやつを使ってジョイントを作っていきます。ポケットホールジョイントっていうんですけど、まあ、穴開けてでまあ、ネジでね止めるやつです。まあ、今インパクトで開けてるんですけど、まあ、ドリルはまあドリルで開けた方がいいのかなとは思うんですけどね。まあちょっとまあ取りに行くのがめんどくさかったので、まあ、ちょっとインパクトでね全部今日やってるんですけど、はい。で全部穴がね開け終わりましたので、次はねサンディングをしていきます。でまあこの作業ね本当にねめんどくさいんですけど、まあ、これやっとくとねもうツルツルになるんですよ。で肌触りもねサラサラで気持ちいいので、まあねやっとった方がいいんですけど、買ってきたまんまだとやっぱりねケバ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 してるんですよね。でそれをまあサンディングをしてツルツルにね手触りよくしていきます。はい。ではつなげていこうと思うんですけど、まあつなげるところはしっかり合わせて、まあ、クランプでねしっかり合わせてで止めていくんですけども、このネジはコースレッドだったかな名前が、でそれを使っています。で本当だったらポケットスクリュー、ポケットホールスクリューっていうクレックの専用のネジがねあるんですけど、それで止めた方がやっぱり止まりはねバチッと本当にいいですね。でもまあちょっと高いので今はコースレッドを使ってます。でまあ強度が必要なところはもうそのポケットスクリューの、あ違うホールスクリューか、ホールスクリューのネジを使った方がいいと思います。はい。で今回大きな天板は5枚1x4 つなげてやるんですけど、まあ互い違いにやった方が、まあ、強度があるかなと思ってこんな方法をちょっと取ってみました。
はい、ほんで、まあ、5枚つなげたところでなんか強度がちょっと心配になったので、裏にね、あの当て板っていうのかなをつけていきます。でこの当て板なんですけど、まあ、1/4 を半分に切ったやつを両サイドにつけて、でその間をまた 1/4 であの止めていきます。でこれも、コースレッドのネジで入れていきます。で、まあ、このコースレッドなんですけど、あの下穴開けなくていいのですごくなんか便利ですね。でチャ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 止めていきます。はい、で、中のパーツをちょっと裁断していきます。で、あの、まあ、最初に裁断するときに全部ね、あの裁断しとけばよかったんですけど、あの今回あの、なんていうの、プランというか、それを書いてなくて、もうあの行き当たりばったりでちょっと作り始めちゃったんですけど、なので、寸法があのもうその時測って切ればいいやと思って、であの合わせながら、測りながら中のパーツは切ってます。で、これも切り終えたので、あのまたネジで留めます。で、天板以外の上の2段の台はですね、まあ端っこだけ止めれたらいいかなと思って、まあ、端っこにちょっと当て木をつけます。で、まああの、まあ、当て木もなくてもいいのかなと思う、まあ、しっかりね止まってるのであれなんですけど、まああの上にね重たいもんを置いてもまあ大丈夫なように一応ね当て木を両端にしました。はい、で、天板類ができたので4本の、 あの足をね作っていこうと思うんですけど、あの 1/4 を2つとで手前はちょっとしっかりさせたいなと思って、あの 2/4 をここに使ってます。まあ、両方、まあ、2/4 でもよかったんですけど、まあ、2/4 がなかったので、まあ、買ってくるのもなんだったので、あの前回ね作って余ったやつを回しそうかなと思って作ってますね、これで。はい、で、全部パーツができたので、染色、オイルを塗っていこうと思うんですけど、これはワトコオイルっていうオイルを塗っていきます。で、あの塗り方なんですけど、まあ、ハケでパッパッパッと塗って、で、あのその後あの、布で余分なオイルを拭き取るっていうやつですね。で、あの、結構最近このオイルで、ずっと作ってたので、まあ、その隣に置くので、まあ、色がね揃った方がいいかなと思ってこれを塗ってます。で、まあ、これなんですけど、あの、まあ、どうしてもオイルなので乾きがね12時間から24時間だったかな、なんかあの結構ねかかるんですよ。で結構ペタペタねなるので、しっかりねあの乾かさないといけないんですけど、でもこんな感じでハケであのチャチャチャと塗るだけであの中にね染み込んでます。でこれが天板じゃないわ、上のね2段のやつの段の板なんですけど、こんな感じで、でまあ上だけっていうのもね なんで、まあ、見えるから下からね、なのであの全体に塗ってます。はい、で、天板を塗っていこうと思うんですけど、まあ、これ、下ね、まあ、塗らなくてもあれなのかもしれないんですけど、まあ、あの、まあ、塗っとこうかなと思って塗ってます。まあ、でも、まあ、全体塗った方が、まあ、いいと思うんですけどね。うん。で、あの、結構ね、こう、綺麗に、一回通りで塗れるんですよね、このオイルは。ワトコオイルってやつですね。うん。で、この、小口のところがすごい吸収するので、結構ね吸収させるような感じで塗ってますね。でまあ真っ白でもいいんですけど、まあねトーンが落ちた方がなんか結構ねいい感じに見えますね。はい、で布でね拭くところちょっとね取り忘れてたみたいなんですけど、まあ録画ボタン押し忘れてたんですけど、であの拭いた布を捨てるときにはあの捨て方注意してくださいね。なんかね自然発火するって書いてあるので、いつもね水で濡らしてあの捨てるようにしています。ほんでこれは4本のね足にくっつけるコルクですね。今回はあの瞬間接着剤でつけました。ほんで足をつけていきます。であのコースレッドがあの、まあ、短いやつがね
2本と長いやつが4本あったので、それでね上手につけていこうかなと思うんですけど、1x4 のやつは短い方を使って、2x4 は長い方を使います。でまあ一応当て木しね、どうやってみんな上手に立ててるのかちょっとわかんないんですけど、まあ当て木してつけていくんですけど、まあ両方っていうよりもまあ片方だけね止まってたら、まああとは手で押さえてやればいいかなと思ってやってるんですけど、まあこんな感じでちょっとクランプして、で止めていきますね。で、まあ、このクランプなんですけど、これ100均のねクランプなんですよ。で、確か200円だったかな、割と止まりがいいのでこれね使ってるんですけど、でここでね事件が起こるんですよね。これ下のねネジにちょっとね当たっちゃったんですよね。で多分ねこれ計算ミスなんですけど、でちょっとだけネジの位置を直して、で止めますね。でネジがねどうしてもぶつかっちゃうので、ちょっとねそれちゃんと計算しとかなきゃいけないなと思いました。で完成ですね、これが。はい、で棚をつけていこうと思うんですけど、棚はこのね棚受けっていうこの金具があったので、これをつけていきます。でまあこれはただ、柱側と棚側があるので、それを注意しながら乗せて、でしっかりつけていきます。はい、ではさっきのね最初に立てた柱のところへつけていこうと思うんですけど、でまあこの柱にまあ固定しようかと思ったんですけど、まあ今回はねこのまましようかな、まあ不安定だったら止めます。ほんでなんでこんなに高いのかって言ったら、この下にね無印のストッカーをねちょっとね何本か入れたかったんですよ。でなのでこれをね刺します。でぴったりこんな感じですね。はい、はい、で上の棚をつけていこうと思うんですけど、まあこのね上の棚の高さをどうしようかなと思ったんですけど、まああまりね深く考えてもあれだったので、まあ下にねこの細い長いこのガラスのやつが入ったらまあいいかなと思って、まあガラスのを乗せて、でちょっとね板をかませて、まあその高さでちょっと止めようかなと思って止めてます。なんかこれやけに斜めに見えるんですけど、平行についてます。で黄色いやつで、100均のね黄色いやつで水平定規だとか、であれで合わせて、でネジで固定します。まあ水平はねちゃんと測ってた方がねまあいいと思いますけど、はい、でこんな感じで完成になります。でまあ物を置いたらねこんな感じで、まあちょっと置いてみようかなと思ってね、こんな感じでちゃんちゃんと置いたんですけど、まあコーヒーを入れるやつと、まあ見ると、はい、でまあこんな感じでね置きました。まあちょっとこれレイアウトはまたね直そうかなっていう感じなんですけど、まあ下に無印のねストッカーが2本細いやつと、あとね横に置いたら下がねぴったりだったんですよ。ではこれちょうど良かったなと思ったんですけど、まあこんな感じで完成です。まあ今回2日かかったかなって、まあ日数がね乾くのが時間がかかるので、まあ2日にわたって作ってみました。まあ自分で寸法を測って切るので、まあぴったりのねサイズが作れるのがやっぱり DIY の魅力じゃないかなと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで、もしこの動画良かったなと思ったらいいねボタンをお願いします。でまだチャンネル登録を済みてない方は、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。はい、それではここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。